内田優馬ハトタブス Yes 3, 2, 1。いいじゃないですか。俺たちやっぱり相性バッチリだね。バッチリだね。バッチリだね。結婚するか。それはちょっとちなみにみんな映像で見ている方気づいたと思うんですけど、僕今肘にてでん絆創膏つけてます。これ今つけてるんですよ、今ね、音声でお聞きの方もちょっとこれお話ししたいと思いますんで、皆さんのお便りご紹介していきましょう。話さないの。いや、これね、多分なんですけど、今日さっき気づきまして、あ、できてんな傷って思って、何でできたんだろうと思って考えてたんですけど、これ多分カイト君と出かけた時のスノボでついた傷だと思うんですよね。で、うわ、かさぶただと思って剥がしたらすごい血出てきて、まだちょっと生傷が強めの生傷だったっていうところで、今ちょっとこの、はい、絆創膏をつけてるんですけど。はい、というわけで紹介していきましょう。ラジオネームホットケーキミックスさんからいただいております。ゆうまさん、スタッフ皆さん、こんばんは。そして明けましておめでとうございます。今年もゆうまさんの道についていき、変わらず内田ゆうまで居続けたいと思っています。ゆうまさんのインスタグラムに日の出の写真と、既視感ありますでしょの文字が。この写真どこにあったのかなと思っていたら、石川海人さんのツイートに全く同じ写真がありました。海人さんのお写真からお二人がスノーボードに行かれたのではと思いメールをさせていただきました。ありがとうございます。そうなんです。というわけでスノボ行ってました。まあ毎年行ってるんですけど、まあ去年は行けなかったのかな。そう、行けなかったタイミングもあるんですけど、割と毎年行っててですね、で今年もちょっと行くかっつって、行ってきました。では楽しかったですね。年明け一発目のカイト君だったんですけど、すごくよく年末は寝れた時間が多かったらしくて、お肌がねツヤツヤしてました。安心だなと思いながら元気で嬉しいなと思いながらの、スノボだったんですけども、まあでもやっぱり毎年毎年ちょっとずつやっていくと成長するもので、だんだんねこけ方も上手になってきたんですけど、一回だけね逆エッジっつって、スノボでは危ないこけ方があるんですけど、まあエッジっていうのをね、かけながら、こう、コントロールするんですけど、スノボは。こう、坂に対して、こう、つんのめっちゃうエッジのかけ方を逆のエッジって言って、これが超危ないですね。顔からバーン行くんで。今回はね、逆エッジ1回だけでした。多分これ、その証拠が多分このね、肘の言うか、こう、面のね、2つのね、傷なんですけど。そう、でもそれだけで済みましたからね、今年はかなり成長しました。なんか結構カイト君のそのバディ遍歴みたいなものはね、うん、そうですね、今だってユーマでしょ基本。そうです。今ユーマなの？ユーマ君ですね。ユーマ君は一番最初の頃そうだったんですけど、ユーマが一回ユーマあって、ユーマから離れてユーマでしょ。そうです。やっぱり本妻に落ち着く。ユーマ本妻なんだ、だってユーマはカイトの家まで行ってたもんね。そうです。実家にまで行ってたもん、ね、実家のおばあちゃんに僕より気に入られてた。いや僕よりもおかしい。振り返ってみると、まあだいたい1週間くらいですかね、休みあったんですけど、そのうち中村さんと一緒にいた時間4日間。ちょ、俺もさ、ちょ、中村さん付き合ってる。ちょっとバレないように毎回解散してる可能性ある。泊まりに行ったりするのあれだからさっつって、いやマジでびっくりした。休み入って、まず年末ね、だから3日ぐらい休みあったのか、3日ぐらい休みあって多分全部いたから。年末はもう中村さんとずっといて、すごいよね。もうなんか、いや結構中村さんも最近配信とかをされてて、でお話結構してくださったんですよ。で多分聞いてる人も思ったし、多分結構うちだ話いっぱい出るなと思ったと思うんですけど、それはそうですよ。だって休みの記憶ずっとそれなんだもん。だからね、そういうもんなんですよね。やっぱり一緒にいるとね、話題がね、それになっていくという、ところでございますけど、まあ、年明けには、呪術廻戦のゼロをね、そう、行きましたよ。一緒に見に行ってですね、いや、かっけーとか言いながらね、そんなね、年末年始をね、過ごしておりました。いや、楽しかったです。